ハイペリオン、ハイペリオンは、イギリスの競争馬、シュボバである。1933年にダービーステークス、セントレジャーステークスを制し、シュボバとしても、合計6回イギリスのリーディングサイヤーになる成功を、収めた。競争馬名は、ギリシャ神話の神、ヒュペリオンに由来している。父、ゲインズバラは1918年のイギリス戦、ジクラシック3冠馬、母。 シリーンは、調査3区の一流馬で、ハイペリオンの犯人、父が違うに、シックル、ファラモンド等の重要馬を排出していた。シリーンは、非常に小柄で対抗、飛行イコール首と背の境から、足元までが15.2ハンド、約154センチメートルであり、一歳時には、調教を施すことを断念されかけたほどで、 クラシックには登録されなかったが二十二戦十六勝の成績を残した。血統的には共に、希少難として知られるセント・サイモンとその父、ガロピンの奇跡の血量、血量が十八点七五パーセントになるインブリードを持っていたが、人懐っこく、非常に恩和な性格だったと伝えられている。ただ、自分の気に入らないことがあると、カくなにそれを拒み、 その場から動かなくなることもあった。硬着癖。セントサイモンも同じ癖を持っていた。これはレースにも影響し、走る気のない時は暴走した。ハイペリオンは母の小柄な馬体を受け継ぎ対抗が14.5ハンド。約147センチメートルしかなく、ポニーと同じくらいの対抗しかなかった。これはこの時代の標準的な対抗16ハンド。 1> 約1 6 3トルより1割も、てえ、会話を家に首を届かせるのが大変だったという話が残っている。成長しても15ハンド、約1 5 2 4トルを少し超えるぐらいであった。ハイペリオンは1歳児に、ジョージ・ラムトンの厩舎に入厩し、調教を施された。やがて素質の変輪を見せるようになったが調教では、やる気のない動きを見せていたため、 1932年5月、距離代わりに、ゼトランドメイドンプレートに出走することになった。このレースで4着に敗れた後4戦して3勝し、5戦3勝で、この年のシーズンを終えた。翌1933年にハイペリオンは、競争馬としての進化を発揮する。調整が遅れたために2000ギニーは、回避を余儀なくされたが、チェスターバーズを経由して、 ダービーステークスに向かうローテーションを立てた。ハイペリオンは、初戦のチェスターバーズを勝ち、ブックメーカーによって一番人気、オッツ6-1に支持されたダービーステークスでは、調教では、走りが思わしくなかったものの2分3秒0のレコードタイムを記録して優勝した。ダービーの翌6月に行われた、プリンスオブウェールズステークス、2歳児のレースとは、 別を2場審査で勝った後脚部に軽い問題を抱えたが、セントレジャーステークスまでには治癒し、同レースを優勝。イギリスクラシック2冠を達成した。1934年、ラムトンは第17代ダービー伯爵の調教師をクビになり、ハイペリオンの管理調教師は、ラムトンからコリッジリーダーに変わった。ゴールドカップを目標に調整が進められたが、 前哨戦の2レースは勝ったものの本番のゴールドカップではセントレジャーステークスで破ったフェリシテーションの3着に破れ、さらに翌7月のダリンガムステークスでも2着に破れた。ハイペリオンはこのレースを最後に競争馬を引退し、守ュ馬となった。1934年にハイペリオンが思うような実績を残すことができなかったのはハイペリオンが リーダーのことを嫌っていたという説が有力である。一方、最初に管理調教師を務めたジョージ・ラムトンと深い絆で結ばれていたことは有名で、調教師交代後のゴールドカップにおいて、ラムトンが馬場入口で感染していたところ、それを見つけたハイペリオンがその場から動かなくなったことがある。種ボバとなったハイペリオンは、ウッドランド牧場で強要された。 ハイペリオンの種ボバ成績は非常に優秀で、オーエンチューダー、サンチャリオット、ペンシブなどを排出し、1940から42、45、46、54年の6度にわたって、イギリスのリーディングサイアーになった。生産者からの人気は高く後輩の申し込みは非常に多かったが、第17代ダービー伯爵の方針により、 ハイペリオンの種付け量は常に四百二位に保たれた。九百五十九年に四頭の繁殖品馬と交配したのを最後に種ボ馬を引退。1960年秋に襲来した寒波の影響から体調を崩し、十二月九日にウッドランド牧場で老衰により死亡した。3区には、オーエンチューダー、オリオール、ロックフェラ、ケーレット、ヘリオポリス、 アリバイ、ヘリオス、ルースレス、セリムハッサンなど種ボバとして成功したものが多く、子孫は大いに繁栄しハイペリオン系を築き上げたが、その後のノーザンダンサー系等の対等等の影響も、あって衰退した子孫についての詳細は、ハイペリオン系の項を参照。母、シリーンは22 20戦16勝。繁殖品馬としても優秀で、ハイペリオン以外に以下の産区を送り出している。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。